ドジャースがテオスカー・ヘルナンデス外野手を獲得するとベイメディアが報じた。止まらないドジャースの大型補強。しかも、ヘルナンデスはエンゼルスとレッドソックスも獲得を目指していたという。エンゼルスは大谷に続いてドジャースに強奪された形となり、メディアは、このオフシーズン、ドジャースはエンゼルスから奪い続ける。と皮肉めいた投稿をした。資本主義の原則通りだ。経営力の差と言うべきだろう。選手目線で考えたら、単純に勝てるところで世界一目指したいから来るんじゃないかと。エンゼルスは将来を見据えたチーム作りではなく場当たり的な補強のイメージが強い。ドジャースとは育成面一つとっても違いすぎて勝負にならないだろう。勝ちたいからドジャースに行く。奪うも何も、勝てないチームに行きたくはないのだろう。同じロサンゼルスならドジャースの方が今はいいよね。今年の結果次第で変わるかもしれないけど。エンゼルスからするとこのまま補強できないとアスレチックスに負けちまうな。それだけエンゼルスに魅力がないんだよ。MLB でプレイする以上、ポストシーズン出場は全員の夢。エンゼルスさん、はよ再建へ向かえ。ドジャースは全く意識してないと思うけど、普通の選手ならドジャースとエンゼルスならドジャース選ぶだろうよ。魅力ある球団にするためにも早くオーナーは交代しないとな。金は出さぬが口は出すではベンチもやりづらそうだし選手にも悪影響。この先もエンゼルスに明るい未来はしばらくないと思う。看板選手に出ていかれ、アームは焼き尽くしで散々な球団に、勝ちたい選手が入りたいとは思わないしで仕方ない面も。ドジャースは魅力的かもしれないが、奪うとは違う。条件等の待遇が合えば最終的に自分の意思で、それぞれの球団と契約するだけ。まあ、弱いということはそういうことや。結局選んでもらえる魅力がないのだから。一番どうしようもないのはエンゼルスが全然金を使わない球団ではなく、それなりに出してるのに使い方が下手すぎて強化になってない点。人への投資、設備への投資、企業イメージの向上、優秀な人材の確保、目標達成への意欲、人材市場で合意に達して契約した、何も悪くない。補強質良くなり大谷もさらに注目される。結局ドジャースに人物金が集まり潤う。商売上手。